全体的なゲームバランスを整えるため整ってねえよ。もう嘘しかついてない。はいらねえんだよ。内容します。まあでも今回のパッチだいぶなんかミスってる感じすごいあるな。ナーフに耐えられない人間たちが出てくるぞ。まあ一旦ダルシュ見るか。アシストコンボ2、まあモダンが強くなって、ヨガコメット、飛び道具が地面に着地するまで消滅しないようにしました。うわ OD かよ。ヨガフレームからキャンセルで発動した場合のみ攻撃発生が早くなる。もうなんも全然変わってない。おいあと1年できないって。各キャラクターバトル調整コンセプトはこちら。全体的なゲームバランスを整えるため整ってねえよ。ダルシムお前なんて書いてんだよ。ダルシムは立ち回り大体の動きを制御する飛び道具を使いやすくしたり、対空やコンボでのリターン増加といったように全体的に少しずつ性能を底上げしています。もう嘘しかついてない。キャラクター個別の調整による変化幅は大きくないものの、ガードされた際のフリーフレームが減り、起き上がり時に発動可能となったドライブリバーサルで今までより粘り強く戦えるようになるでしょう。全員に追加されてるものをダルシムだけみたいに言うな。ヨガマーシレスはヨガフレームから発動した際の攻撃発生を早くすることで、少し離れた距離でもコンボとして成立チェックしてます。立ち中継の調整はガード後の弱攻撃により反撃が届きづらくするための措置です。相手キャラクターによっては非常に振りづらくなってしまっていたため、近い距離以外で反撃が届かないようにしました。ドライブリバーサルは初段を地上のけぞりからダウンに変更し、飛び道具等と相打ちした際にダルシム側が一方的に不利にならないようにしました。だけです。1年待って、1年待って、これです。マジで切れそう。いや一番かわいそうなのダルシムだろ絶対。今回のアップデート絶対ダルシムだろ。いやいいじゃん、 JP は元が強いから弱くなっても強いじゃん。ダルシム元が弱いのに強くされてるのも弱いまんまで、ブランカとかいうクソ強キャラはよくわかんない、ジャックピーからのチューロリーをコンボ面でアダコを出しましたっていうの、なんやそれ。マジで終わってない、ダルシム。V リバで頑張れって書いてんだけど。ほら、ドライブリバーサルで今までより粘り強く戦えるようになるでしょう。はいらねえんだよ。俺だけについてたらいいよ。ダルシムだけについてたら。全員につけてる。なんか短いしな。文字もなんか。ほら、もう、なんか伸ばしてるもん。改行が多い。DJ の補正のかかり具合。今までがおかし、お前、ダルシムなんてお前な。お前、ノーゲージコンボ。お前、これだぞ、お前。これだぞお前、お前でゲージ3本払ってこれな。リーチ長いからいいやん。いやいやお前何がいいの、お前 DJ、 お前 DJ だったらお前このスーンってお前いけるやんけ。お前、お前ダルシムなんてお前置き攻めこれだけだぞ。お前置き攻めはラッシュしてこれだけ。お前しかもな、今回じゃあ言うよ SA3、 まあ確かに長くなったよ。当たんないけどね。お、長くなった、当たるやんって思うやん。これコンボで入れないと長くなってないの。ほらみんなのキャラ当たるよね、こんぐらいで SA 打ったら。はい、で CA 当てたらどんぐらい減るかな。45、これさ、ちょっと待ってな、これさ、本当に治ってんのかな。これ何が起きてるか分かる、みんな。無駄に2回殴ってるからジャクソニが当たんの、ダルシム側が。ちなみになんだけど、これずーっとあるんだけど、いまだに2段目に無敵がつかねえ。でダルシムがもらったものはこれに吹っ飛びがついたらしい。素晴らしい、これで吹っ飛びついたらしい。うー、ほんで何が変わったって、立ち強系がプラス3になった、立ち強系がプラス3になったらしい。うえーープラス3だから、コンボにはならない。当てても合掌キックがつながったりはしない。これがプラス3になった。
うえーイエーイ当たってプラス3、うん、この距離でプラス3意味ある？なんもない、なんもない、だって当たって終わりなんだから。これどういうこと？やれるもんしかないんですか？え、これどういうこと？相手がってこと？これ相手の食らい方がってこと？これ、あ、でも本当だ、あ、でも本当だ、いくよ。密着でやると顎がこっちに向くんだよ。でも先端で当たるとほら、いらねえ。会社でどういう、この中スラの持続で当たった時に敵の当たり方を変えましょう。変えたところで入るの？みんなこれだけね。もう持続スラを使うようなやつは分かる距離で。マジでダルシム使いいないじゃん。これ、あ、これ、あ、これ持続じゃない、あ、これ持続だ。誰が欲しいねん。はい、で皆さん、ヨガブラスト指導補正を撤廃。補正がかかんなくなった。補正がかかんない？オーディブラストだけで対空すればいいじゃん。皆さんそう思いましたよね。いきますよ皆さん。はい、対空しようとすると無敵も何もついてないんで負けます。こんぐらいの速さで出さないといけません。これがダルシムです。1年ね、これが1年アップデートのダルシム。1年。ブランカあたり見てみる、着地硬直後フレ増加、攻撃判定の上部分が後方の相手にヒットしないようにしました。いや、なんか違うんだよな。いや、もっと弱くしろよ。無敵技持ってんだから、バチカっていう。なんで着地硬直だけなんだよ。ってことはガードして今まで通りってことでしょ、これ。もう違うんだよ。いや、なんかもう普通にこのブランカとかが生き残ってて、それ以外が全部ナーフされてブランカだけが生き残ってんの、なんでな、なんで1キャラ残すん。秋タチチューピー攻撃持続中の腕部分のやられ判定を縮小、強くなってんな。タチキョーピー1フレ延長、はあ、えっ、ガード時の硬直マイナー4、マイナー4か、まあ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 。タチ弱系が発生が4フレになった。うわ、じゃあ立ち弱系からコンボいけるやん。硬直を12フレーム、ヒット時の硬直をプラス3で、ガードがマイナス3、立ち中継攻撃派生が1フレ速くなって、全体動作が27、ヒットバックを縮小。立ち強系攻撃持続1フレームの足部分前方へのやられ判定を縮小、攻撃持続2フレーム持続終了まで腰首のやられ判定を対空無敵にしました。じゃあ引き、これあれ、台形ってあのバレリーナみたいな足上げるやつで対空できるようになったってこと？もっとなんか SA2 も火力伸びてるし、めっちゃ強くなってない？飛び道具無敵は攻撃持続終了まで延長、やばすぎだろ。もう完全に飛び抜けれるってことでしょこれ。なんか一気に慣れたなこれ見たら。いや、ていうかなんかそのあれがムカついたわ、なんかここをこうしたのでみたいなの、普通にそれがムカついた。内落ちします。ちょっとなんか喉も辛くなってきたんで一回内落ちします。お疲れ様でした。ダルシムは救われませんでした。